はい、どうもタクタクです。ドラゴンクエスト11やっていきましょう。本日は久しぶりに時渡りなんぞしてみたいなと思いまして、まずはよっち村に来てみました。さあ、まずはこの酒場に入ってみたいと思いまして、この子ってなんだっけ、チロロ。お、これもしかして仲間になるのか。違うわ。もう仲間にしたよっち族がここにいっぱいいるってことか。じゃあちょっと、すれ違い通信をね、札幌駅で私、札幌に住んでるんですけど、札幌駅で、してきましたので、ちょっと見ていきましょう。ほら、14人。で、ちょっと、どうなんだろう。まあ、プロフィールまではちょっと見せませんけど、こんな感じのよっち族がすれ違いだということですね。どれが一番強いか、68!めちゃめちゃ強いじゃん、この人。どれだけの進行度かはちょっと、この人も68だな。ね、結構強いよっち族が手に入ったと思います。で、このままいいのかな？行っちゃって。ちょっとどういう仕組みがまだあんまり分かってないんですよね、実は。このままもう行っちゃっていいのかな？行きましょう。時渡りの迷宮。で、新しい、あれを手に入れたいんだよね。冒険の書の。前回の続きからでいいのかな？前回の続きから行きましょう。迷宮に送り込むよっち族。ちょっと自分で決めてみる？まあ、ちょっとまだ仮想だからね。弱いよっち族をちょっと消費していきたいな的なところはあるよ、俺は。うん。こんな感じでいいかな。これで行きましょうか。なんか、あれだな。もっといたと思ったけど、全部出てこないんですね。このまま行きますか、じゃあ。行きましょう。このメンバーで行きます。探検開始を。張り切っていってらっしゃい。オッケー。すごいいっぱいいる。スタートー。スライムベースだな。一発で倒せんからな。あ、でもこんだけいたらもしかしたら。わははは、すごいすごいすごい。あ、すごい。前回は、一回ではいけなかったんだけど、物量作戦だね。物流というか、ね。数の勝利って感じだね、これはね。すごいすごい。こっち側には何もなかったな。お前こっちから降りていけんのかな？戦うぜ。どうかな、大木槌はさすがに行ったんじゃ。いける、すごーい楽しいぞ。これ楽しくなってきたぞ。さあ、どんどん行きましょう。スライムベースも。おー、楽勝楽勝楽勝。やっぱこれすれ違った方がいいね、みんな。ちょっと、お出かけする際は、持っていこう、必ず。来た来た来た。行くぜ。おら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 。なんかもうあれだな、カットしそうな感じになってきたな。簡単すぎて。こっちも？あ、ドラキーがいる。ドラキー前ボスだったのに、ここでは。あ、なんかあそこ光ってるな。あいつ強いんじゃない、もしかしたら。バリア的なもの持ってるとこか。あ、いきなり遅くてやば。わあ、危ない危ない危ない。でもなんとか答えたね、こらえたね、今ね。いやー、ドラキーもあれですわ、一旦ですわ、一旦キルですわ。いわゆるこっち行って、こいつなんか強そうだな。オーラ出てるよ、オーラ。これ絶対最初赤のバリア守られている。どういうことだろう、あのバリアは。赤は効かない的なこと。やばい、何体か行かれて、行かれてしまった。諦めな。おいた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 。赤の攻撃が効かなかったってことかな。ここはじゃあ赤はダメだった。ダメだっていうとこかもしれん。どんどん降りていって。うわ！まずい。一体、行かれてしまった。なんとかなるかな。オーケー。あ、よくない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 。やばーい！ 3 体しかいない。これで直さんとやばいな、これはさすがに。超ピンチ、超ピンチ。ちょっと一回出直すか。よし、一回戻ることにしました。これで一回戻ると？どうなるのかな？あ、これだ。すれ違ったよっち族を村に送る。これは、はい、やってなかったんだね。どうりなんかおかしいと思ったよ。前回の続きからで、自分で選ぶ。ランク順だと強い。やる気がでも65だけど、ランクが低いから、
あれなんてね、すごい実力が出さないっていうことなんでしょう、多分。なので、下からだね。下から選んでいきましょうか。まあ、弱くてもいいよね、最初はね。弱い順で。ああ、でもあんまり赤良くないんだよな、ここな。なので、ちょっと赤を二人ほどやめて、この辺にしましょう。よし。これでいきます。で、このバリアはなんとか倒しときたい。赤のバリアだから、赤以外で戦えば。うわー、これは嫌な予感しかしないぞ。スキルを使おう、スキルを。ドルマだな。ドルマ一発で。オッケー、危なかった。これちょっと倒せなかったらよかったね。さあ、この宝箱には何が入っているんでしょうか。お、冒険の書の合言葉、やったー。最悪霊の祭壇の冒険の書の世界、ムーンペタの街へ行けるようになった。おー、これでは戻りましょう。これは、あ、やっぱバリア系のモンスターは倒すに倒すね、結構いいですね。冒険の書を見つけてきた。おいしょ、すごい。よし、じゃあ早速ですね、見つけたので行きましょう。ムーンペタだね、今日はね。下の海域。よし、ムーンペタ大丈夫かな。やられたくないのですが、うんとかね。いきますよ、ムーンペタの町。おー、ドラクエ2最近やったばっかりだからな。え、なにこれ、ワンちゃんばっかり。ワンワンワン、ワンちゃんばっかりだよ。ワン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 、どうなっちゃってる。これは多分、ラーの鏡的なことか。そういうことかな。あ、待った、ドラクエ2の、ねえ、私はかつてこの大陸を治めていたムーンブルックという国の王女です。邪教を崇める大神官ハンガの手の者にムーンブルックの城は焼き滅ばされ、私は犬の姿に変えられてしまいました。そしてこのムーンペタの町に飛ばされ、あてもなく犬の姿のまま過ごしていたのですが、先日何者かによって呪いの力が乱され、気がつけば私は人間の姿に戻り、民は犬の姿になっていったのです。逆転してる。本来は、ムーンブルクの、ね、王女が犬だ、犬でみんなが人間ですからね。みんなの城が失われただけでなく、私の呪いで民を苦しめてしまうなんて、せめてみんなの呪いだけは解いてあげたい。かつて勇者ロトがいた時代には、シャナクという呪いを解く呪文が存在していたそうです。私には使えない高度な呪文ですが、魔法の聖水という聖なる水があれば一度くらいは使えるかもしれません。お願いです。鳥の方はどうかために、移ってしまった呪いを解くために魔法の聖水を探してくれませんか。魔法の聖水、犬さん、オッケー。まあ、魔法の聖水なんか持ってた気がするな。実際にこの目で見たことはない。でも世界中を渡り歩く旅の方ならきっとご存知だと思います。手に入れたら私の方にいらしてください。はい、王女の涙を引き受けました。え、持ってるよね多分道具。あ、これ魔法の小瓶、魔法の小瓶、 あるよね。ほら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 、魔法の聖水これだ。これをもう話せばいいのかな。うん、魔法の聖水は古い、もう持ってるよ。おう、渡そう渡そう。普通に落ちてるアイテムやんこれ。まあ、なんて美しい、使うのが恐れ多いほど神々しい聖水ですわね。王女に聖水とか言われるとちょっとドキッとするな。え、あなたの世界では割と普通に手に入るものなのですか。あなたの世界とはもしや。いえ、今はゆっくり話をしている場合ではありませんわね。呪いにかかった民を一刻も早く救わねば。私はまだ魔力の低い未熟者ですが、魔法の聖水の力を借りれば行為の呪文も使えるはずです。ありがとうございます旅の方。これで、町の者は救われることでしょう。早速試してみますわ。ムーンブルクの王女は魔法の聖水を使い、シャナクを唱えた。王女が唱えた呪文が町中に広がっていく。やはり未熟な私が呪文を唱えても呪われた者を救うだけで精一杯、呪いそのものを消すことはできないようです。この呪いは私は引き受けましょう。民さえ元の姿に戻れるのならば私はそれで。もう戻った。犬はこちらをじっと見つめている。口に何かを加えているようだ。お、悪魔の尻尾もらった。やったぜ。噛みちぎってやったんじゃねえか、多分。
呪いをかけられたからせめて噛みちぎってやったぜっつってね、うん、何言ってんだ俺は。 この人なんだ。何やら犬の鳴き声がするのをどこか気品がある。それでいて切ない鳴き声じゃわい。一応みんなに話しかけとく。めんどいのでもな。なるほど。ドラクエ2のムーンペタ。ここ、あれなんだよね。福引き場だよね。確かに。あ、ダメだ。引けないです。どうなんだろう。武器とかは買えないのかな。やっぱ買えないんだろうな。売り物になりません。無理だね。まあ、これがムーンペタと。これ外出れんのかな、ちなみに。前回試さなかった気がするけど。あ、でしょうね。出られないでしょうね。はい。じゃあ、行きまーす。戻りまーす。悪魔の尻尾って何なんですかね、やっぱり。この、やっぱりっていうか、なんか、悪魔系のモンスターの尻尾ってことなんだろうけど、どの悪魔っていうね。神が持ってるかな。あ、道具袋か。悪魔の尻尾どこだろう。あれ、もしかして装備？装備品？あ、装備品だ！守備力がプラス2。あ、素早さがすごい上がるじゃん。なぜか、闇の攻撃と呪いを防ぐ魔族の尻尾。みんな装備できるね。素早さがやっぱ必要だっていうのは、魔法、ね、なんだろう、補助呪文とかなのかな。セーニャとか、いや、セーニャとかによりはベロニカにつけた方がなんか似合いそうな気がするけども。はい。という感じで、本日はこちらですね。時渡りの、迷宮をやり、祭壇の間で、過去のドラゴンクエストの世界に行ってまいりました。まあ、今回はこの辺にしますけど、またね、こんな感じで、一つずつ入手しては、遊びに行くという感じでできればいいなと思っております。はい。というわけで、どうだろうな、このシリーズもしかしたら分かれてるのかもしれませんね。時渡りシリーズみたいな感じで。はい。なので、ちょっとまあ、いろんなリクエストあればやっていきたいと思います。それでは、また次回お会いしましょう。バイバイ。ご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録がまだの人は、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。他の動画を見たい人は、画面の下にあるおすすめ動画か、続きの動画をチェックしよう。もっと見たいって人は、チャンネルにおすすめ動画がたくさんあるから遊びに来てね。それでは違う動画でお会いしましょう。バイバイ。